師への花向け、樹脂となりうる者にのみ贈られる。俺を樹脂にする、それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。花向けを受け入れ樹脂となり、蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくば俺がこの手で潰してやる。花向けだと？呪いなど受け入れん。お前も砦に吊るしてやろう。殺けの無駄だ。王様に下れ。弟子になぞなるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。よくも花向けを無駄にしよって。黙れ、息の無駄だ。幻影は恐ろしさを増し、いずれは死へと至らしめる。なぜ花向けを受け入れんのだ。クンビシは多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。大鷹は全て見通していた。それゆえ守りが薄かった。みすみす釣られ、ことづてを受け取ってしまったか。
だが訓備士は死んで砦は取り返した。ありがとよ、おかげで戦える。無傷の者は負荷のところへ、残りはここに留まれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ、負荷の隠れ家で会おう。